さあこの両チームですが、今年の1月9日横浜ラジアントホールアイスリボンの大会で対戦しております。その時は現在このベストフレンズが保持しておりますインターナショナルリボンタックの王座に崎瑞希が挑戦した試合でした。結果は17分22秒、藤本司が先にビーナスシュートでフォール勝ち、防衛に成功しております。それ以来の4ヶ月ぶりの対戦となります。しかしその4ヶ月前と違うのはブリバトムチャンピオンということです。チャンピオン同士のタッグマッチ、もちろんこの試合はノンタイトル戦です。さあいきなりブリバトがベストフレンズを分断し、中島愛理さんに照準を絞ります。結構無理やりでしたけどもね、今のね。さあこれを邪魔いたしました。そして大ブーイング、藤本司に容赦ない惜しみない大ブーイングだ。合わない、全く合いません。ベストフレンズどこがベストなのか全く合いません。そして合わないハーライスに相手に対し年下のブリバトにガンをつけております。しかしブリバトもガンをつけられてるだけで黙っておりません。逆襲のドロップキック。瑞希がサーフボードストレッチで中島アリスの動きを止めました。2012年、このサキとのタッグで神取忍、井上貴子を相手にデビューいたしましたブリバト。3年以上のキャリア、となっております。こちら白のコスチューム、瑞希は21歳、そして黒のコスチュームのサキ、こちら28歳です。さあしかしこの辺は厳しい攻撃を見せる中島ありさ、振り回す振り回す。そしてこの肩のあたりに全体重を浴びせ、さらに藤本司もこれに加勢。言ってしまうとですね、さっきが、現在28歳に対し中島有紗は27歳と、年齢的にはさっきの方が上となっております。しかしもちろんキャリアは中島有紗の方が上。うわーっと思いっきりサッカーボールキック一発で雰囲気を変えてしまいました。そしてボストンクラブ、あこれも向かっていきます。さあ藤本の厳しい攻めを受けておりますこの瑞希ですが、先日行われましたシードリングの後楽園ホール大会で師匠でもあります井上貴子からタッグ待ちながら勝利を奪っております。まあ、ハイスピードルールということであったんですが、通常のルールとはちょっと違うんですが、それでもこの対戦しております藤本司とのコンビで井上貴子修理組と対戦し、瑞希が井上貴子からゴールを奪うという、まあ、そういう意味ではある意味師匠越えを果たしたわけでございます。ベルト奪取、そして井上貴子からの勝利ということで今現在乗っておりますこの瑞希ですが、さすがに相手がベストフレンズとなると思うようにはいきません。さあなんとか難をしのいでサキとタッチ成立です。中島有紗とサキ、ドロップキック、左足がロープに伸びました先です。深追いすることなくここは藤本司のタッチ。さあベストフレンズ現在この女子プロ界でタッグ無敵を誇っております。
アイスリボンのタッグタイトル、そして JRP のタッグタイトルをいずれも保持しております。しかも長期政権、一体このチームからベルトを引っ張らすのはどのチームなのかと、まあ、そういう意味でもこの伸び盛りのムリバトの2人、非常に期待がかかります。この試合はノンタイトル戦ですが、ノンタイトル戦で勝利を挙げることができればインターナショナルリモンタック、あるいは JRP に行ってタック、デイリースポーツに行って女子タック、こちらに挑戦するという目も出てまいります。さっきから水木にタッチ、さあ井上貴子からはアクアマリン、いわゆる逆打ちでございます。変形の逆打ちでスリー、ピンフォールをダッシュいたしました。その技を中島あるいは藤本に決めたいところですが、またしても捕まってしまっております。先ほどさっきが流れを変えかけたんですが、水木がクロスペースに苦しんでおります。さあしかも足、両足も畳んでおります。まあ、この辺のやっぱり連携あるいはタッチワーク、こういったところも天下一品でございますので、全く隙がございません。ベストフレンズ、まあ、記憶に新しい5月に横浜文化体育館では桜井に高橋長江組からも勝利を挙げております。藤本司が桜井にからゴール勝ち、長江桜組でも勝てないとなれば一体誰が勝てるのか、このあたり今ね解説して須山さんがいればパッと出てくるんでしょうけど、私は今思い当たりません。そんな中ノンタイトル戦といえどこのブリバト、勝利を挙げることができれば大きい大きい勝利となります。正面から飛びついて回転固め、カウント2、カウント2までいきます。あと1カウントです。あと1カウント、先にタッチだ。ドロップキック、またしても動きを止めてしまいました。反撃の木を何度か巡ってくるんですが、そこから流れを変えるまでには至らないブリバトです。しかしよくよく考えればチームとしてのキャリアはブリバトの方が長い。プロレスのキャリアは中島藤本のが上ですが、チームとしてのキャリアで勝っているブリバトとしては、あ、しかしここは万字固め、コブラツイスト、いや藤本司の万字固め、なんとか決めることができております。はい、よくよく見るとコブラじゃないですか。細かいことは気にしない。サッカーボールキック、これをキャッチ、え、ここでアトミックドロップ、さらにさらにさらに前から後ろから、連携で相手を翻弄した上でまたしても流れを変えかけておりますブリバトですが、カサドーラ、そこからローキック、どうも流れ変えることができないですね。タックル、うわ、こういう DDT の入り方があると、
さあ来ました来ました顔面の膝攻撃、ランニングしてもう一発。さあ舐めんなと言いました。そうです、舐められてはいけません。しかしダブルアームスープレックスホールド、歩兵のくじのような形になりましたが、カウント2で返します。さあノンタイトル戦ではございますが、れっきとしたチャンピオンチームであります、サキ、ミズキ、ブリバトです。これまでのようにあっさりと負けるわけにはいきません。ノンタイトル戦であってもチャンピオンはチャンピオン、ボーイズはボーイズ。アジアドリームタッグ王者が敗れたということになってしまいます。そうさせるわけにはいきません。試合時間が10分経過し、ようやくピンチを出して水木とタッチです。水木がドロップキック、これはクロスペース決まってますね。さあクロスペースぐいぐいと絞る絞る、さっきはどうやら藤本をカットしてるか、あーその藤本が入ってきてしまった。先ほどから目まぐるしく動いてるのはベストフレンズの方なんですが、どちらかというとブリバトの方がスタミナを消耗する状態。おお、これはうまくクロスボディと背後からのエビ固めをうまーく連携させました。しかしカウント2、今のところ中島ありさ、そして藤本司、慌てるようなところはまだ一度も来ておりません。慌てる場面はまだ一度もない。カウントドロップキック、動きを止めるまでには至る。さらにこれもうまく丸め込む、ボディスラムを狙われたところでしょうか。ここを切り返しました。カウント2です。おお、キューティースペシャル、中島の得意技でもあるキューティースペシャルを水木が、その中島にさあ自身の得意技でもありますキューティースペシャルですが、カップに入られてしまいました。今度はお返しとばかりにキューティースペシャルを放ちました。これもカウント2、先がカットに入ります。キューティースペシャル合戦、ダブルのドロップキック、さあ押さえとけという指示が出たということは、ここを勝機と見たのでしょう。分断して中島がミサイルキックを炸裂させるリング中央、カウント2、自力で返すしかありません。スペックス、これ前方回転リガタメ、しかし止められた止められた、わーっと、うわー、渡辺だから蹴りを見舞った顔面、そしてジャーマン、今のえげつない蹴り、水木の顔面は大丈夫か。そしてさっきも2人に襲われます。ひでえとしか言いようがない。クロスアーム、これをサムソンクラッチ、さらにエビ固め、なんとか水木返す。わー、至近距離から膝でしょうか今のは。さあうまく挟み込んで、わー、カウント3ギリギリでした。中島一瞬ヒヤリとしました。しかしスタミナを消耗しております。ここで藤本が入ってくる、円錐入り、さあ先ほど一瞬のスリーカウントを狙ったんですが、それをクリアされたところで手がつきたでしょうか。グロッキー状態の水木、
ジャーマンスープレックスはなんとか踏ん張りましたが、ここでいいなシュートからクロスアームカウント3。まあ必勝パターンというか殺人フルコースというか見事でございます。誰が主役になるのか皆さん楽しみにしていてください。今日は